I see you in the light, feeling right and living life. Never see you in the light. 皆さんこんにちは。2018FIFA ワールドカップグループステージの第2戦をお送りします。実況は西岡明彦、解説には元日本代表のミッドフィルダー福西崇史さんをお迎えしました。グループステージを突破するためにはこの試合が非常に大事です。両チームの序盤の動きに注目していきましょう。今日の試合は日本がセネガルと対戦します。このエカテリンブルクアリーナですが、観客席が不足していたため仮設スタンドを設けて FIFA の基準をクリアしました。しかしかなりダイナミックな観客席ですよね。恐ろしやとはまさにこのことでしょう。日本代表のスタメンもご覧ください。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。セネガル代表のスタメンもご覧ください。一般的な4-3-3も採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。センターサークルからキックオフ、試合が始まります。大きな舞台ですが、選手たちには存分に力を発揮してほしいですね。スタジアムのテンションが上がります。シェイフ・キアティ、ボールは再び足元へ戻されます。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはディフェンスが対応します。プレスをかけられます。本田圭佑、ボールを取りました。さてどうする。ワールドカップのグループステージ第2戦、グループステージを突破するためには大事な試合です。第1戦の結果によって戦い方は変わってきますが、短期決戦ですから。本田圭佑、ここは簡単にキーパーがさばきました。さあ日本が攻撃します。本田圭佑、この動きが長谷部です。入るか。さあコーナーからのチャンスです。コーナーからコーナーキックはキーパーが簡単に抑えました。イドリッサ・グイエ、香川真司、日本がゴールを狙います。
ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。シェイフ・クヤテ、いい形でゴール前まで持ってきました。ムサソウ、これは来た。ここは川島が見事に止めました。ヒドリッサ・グエ、そう、どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。大迫勇也、ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを失いました。ケイタ・バルデ・ディアン、乾隆、スタジアムのテンションが上がります。決めれば勝ち越し。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。ボールはゴール前へ、クリアしきれません。さあどうしますか。酒井、本田圭佑、大迫勇也、ヘディングシュートは枠に行きません。うまく当てられなかったようですね。タイミングが合わなかったでしょうか。ケイタ・バルデ・ディアン、危険な位置です。緊張感が増してきます。ヒドリッサ・グイエ、ちょっと強すぎたか。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。どうだ。コーナーからのキックとなります。中に入れた。このコーナーはキーパーが軽く抑えました。香川真司、乾隆、さあ日本が攻撃します。香川真司、スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。ボールはクロスバーの遥かに上。形でゴール前まで持ってきました。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。振り抜いた。ゴールラインを割ります。
ゴール前に入れたコーナーキックをキーパーが簡単に抑えました。香川真司、レフェリーがアドバンテージを示します。日本は生かせるでしょうか。乾隆、柴崎岳、吉田麻也、日本がゴールを狙います。危険な位置で圧力を受けます。笛はないよ。酒井豪徳のファールです。酒井豪徳にイエローカード。パクリディオップ、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。香川真司、柴崎岳、長友佑都、ボールを運びゴールに襲いかかります。パスを繰り返し相手の隙を伺っています。こんなにチャンス、キーパー距離からのシュートをよく止めましたよね。これはアルタ、このボールは相手にクリアされました。長谷部誠、長友佑都、シュート、見事に止めました。スーパーセーブです。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。ボールを入れた。ここはしっかりクリアされました。ディフェンスがコースを塞ぎます。ムサソウ、ケイタバルデディアオ、さあスタジアムのテンションが上がります。さあ丁寧に折り返せるか。このパスは読んでいました。長友佑都、ドリブルで進んでいます。このカットは大きい。しっかりと奪いました。サディオ・マネ、危険な位置です。緊張感が増してきます。柴崎岳、いいカットです。ボールを奪いました。ボールが足につきません。ルーズボールだ。シェイフ・クヤテ、ケイタバルデ・ディアオ、さあ日本が攻撃します。中にクロスが入った。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。ケイタバルデ・ディアオ、
そう。吉田のファールです。コーナーキック、中にクヤテ、このヘディングは大きく枠の外、タイミングがずれたんだと思いますが、せめて枠に飛ばしたかったですね。もったいない形でボールを渡してしまいました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。イドリッサ・グエ、パパクリ・ディオップ、ケイタ・バルデ・ディア、中央にクロス、クリアが小さい、キーパー完成。距離からのシュートによく反応しました。シェイフ・ピアテ、先ほどのタックルの痛みがまだ。グループステージの第2戦は同点でハーフタイムに入りました。最悪でも引き分けという意味では悪い展開ではないですね。ただグループリーグの突破には勝ち点3が欲しいわけで、後半はまた違った展開を見せてくるでしょう。決めれば勝ち越し。シュート、止めました。スーパーセーブです。中央にクロス、クリアが小さい。グループステージ第2戦後半のスタートです。この45分次第でグループステージの展開は大きく変わります。再び戻す、ボールを運びゴールに襲いかかります。中央にクロスが上がった、いいボールでしたがここはクリア。
柴崎岳、乾隆、いい形でゴール前まで持ってきました。長友佑都、柴崎岳、本田圭佑、長友佑都、日本がゴールを狙います。柴崎岳、鋭い読みでカット、パパクリ・ディオップ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。香川真司、さあスタジアムのテンションが上がります。日本のスローイン、乾隆、香川真司、いやーギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。長谷部のパスがカットされました。本田圭佑、危険な位置です。緊張感が増してきます。最高のボールが出た。キーパー反応した。ボールを弾く。両チームのキーパーともに今日は素晴らしいですね。これはあるか。このコーナーはキーパーが軽く抑えました。さあ日本が攻撃します。シェイフ・クヤテ、この動きが長谷部です。ボールがフリーになりました。香川、ポストに当たって入りました。ポストに当たったボールは無情にもゴールへ。今のシュートはいかがでしたか。一瞬跳ね返ると思いましたが、最高のコースを狙いましたね。試合は再び始まりました。リードしているのは日本。フリバリー、パパクリ・ディオップ、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。交代で嫌な流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。長友佑都、長谷部誠、長友佑都、香川真司、ボールを運びゴールに襲いかかります。酒井豪徳、乾隆、柴崎岳、いい形でゴール前まで持ってきました。大迫勇也、サポートを使いますか。乾隆、キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ゴール前に入れた長谷部、
このボールキャッチします。このパスはカットされました。日本がゴールを狙います。大迫勇也、本田圭佑、キーパー弾く、またまたコーナーキックです。コーナーからなく、コーナーキックはキーパーが簡単に抑えました。ここでスローイン。クリバリー。スタジアムのテンションが上がります。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。今日はこのキーパーに勝てないかもしれませんね。未だ無失点です。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。庄司源、柴崎岳、香川真司、香川に絶好のパス。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。長谷部誠、本田圭佑、再び戻す、柴崎岳、長谷部、このカットは大きい。しっかりと奪いました。頭でつなぎます。ムサソウ、危険な位置です。緊張感が増してきます。スルーパスが長いか、の起用に見事応えました。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。試合は同点となりました。別の角度からご覧ください。選手の交代を準備しています。負傷した選手でしょうか。少し影響があるかもしれません。怪我が軽いといいんですが。柴崎岳、吉田麻也、酒井豪斗、このパスは読んでいました。いいカットです。ボールを奪いました。さあ日本が攻撃します。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。香川真司、さあフォローも来ています。これは見事なパスカットです。
ここは体を張ってボールをキープ。奪われません。ボールを運びゴールに襲いかかります。マークが外れてます。サディオマネ、中にクロスが入った。ボールキーパーが触った。よく止めましたね。今のは難しいセーブですよ。ヘッドを使います。イドリッサ・グイエ、動きが長谷部です。香川のパスがカットされました。ケイタバルデ・ディアオ、ボールを取られません。強いですね。いい形でゴール前まで持ってきました。原口元気、これは止められます。イドリッサ・グイエ、さあスタジアムのテンションが上がります。このボールは相手にクリアされました。シェイク・エンドイエ、出しどころが見つからないか。ケイタ・バルデ、接戦にイリオールを打ったのではないでしょうか。お気に入ったシュートですね。はい、素晴らしいコントロールですよ。非常に冷静でした。この角度からも見ましょう。ここで日本が選手を入れ替えます。キックオフから試合が始まりました。日本はリードを許しています。酒井豪徳、原口元気、長谷部誠、柴崎岳、日本がゴールを狙います。長谷部、大迫勇也、シェイク・エンドイエ、ムサ・ソウ、酒井宏樹が読んでいました。危険な位置です。緊張感が増してきます。いいクロスだ。ボールをクリアしたい。香川真司、原口元気、乾隆、なんとしても同点に追いつきたい。スペースに見事なスルーパス。このまま終わるかと思われましたが、まさかの同点ゴール。残り時間は十分にあります。どういう結果になるかまだまだ分かりませんよ。土壇場での同点ゴールです。見事に追いつきましたね。相手は気落ちしているでしょうから、この勢いで逆転を狙いたいところです。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。ケイタバルデ・ディアン、このパスはカットされました。酒井、チャンスを迎えています。ここで決まれば劇的でしょう。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。香川真司、
き分けです。試合終了です。天気が心配された今日の試合でしたが、最後はもうそんなこと関係なく盛り上がりました。ナイスゲームでしたね、福西さん。はい、ナイスゲームでしたよね。そういえば天気悪かったんですね。すっかり忘れてました。福西さん、今日の香川はいかがでしたか？2得点を挙げたものの引き分けでした。いい動きをしていただけに悔しいでしょう。危険な位置です。緊張感が増してきます。最高のボールが出た。この動きが長谷部です。ボールがフリーになりました。香川ポストに当たって入りました。サポートを使いますか？乾隆史、危険な位置です。緊張感が増してきます。スルーパスで長いから打ちどころが見つからないか。ケイタバルデ、乾隆史、何としても同点に追いつきたい。スペースに見事なスルーパス。